ウエストのさん、こちらミネットです。さあ、集まれ同時実況を続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら2月の14日バレンタインデーがやってきましたということでですね、バレンタインデーにできることまとめやっていきたいなと思います。まずですね、一番最初にチェックするべきことはポストの中ですね。早速見ていきましょう。まあ、これはね、注文したやつなんですけど、バレンタインデー専用のメッセージカードっていうのが届いています。親愛なるミネね、バレンタインデーと聞いて一番にあなたの顔が思い浮かびました。いつも仲良くしてくださってありがとうございます。私からのバレンタインのプレゼントぜひ受け取ってくださいね。キャロラインちゃんと、あとね、ナターシャちゃんとかも来てるんですよね。ダラミーちゃん、ナターシャちゃん、ジュンくん、これもそうかな。君の笑顔はかぐわしいローズのように僕を幸せにしてくれる。これまで君と過ごした時間を思い浮かべながらこのブーケを作ってみたよ。どうか受け取ってほしい。ベストフレンドジュンくん、何もらった？ハートのバラブーケだ。こっちはハートのバラブーケ。今からハートのバラブーケをみんなに配っていくのに、ハートのバラブーケをもらったっていう。プラス、しずえさんからも手紙が来ます。ミネットさんへ、今日はバレンタインデーですね。ささやかですが、ハートのバラブーケをプレゼントさせていただきます。ミネットさんに喜んでもらえますように。しずえさんからも、バラブーケをいただきました。というのがですね、まず一番最初の内容なんですけど、まあ、しずえさんからと、住民からの手紙っていうのをチェックしてください。さてさて、なんかバラブーケだらけになっちまったな。まあ住民さんにね、あのプレゼントを配るっていうのも後回しにしつつ、もう一個ね、実はマスターのコーヒーあるじゃないですか。今日特別なコーヒーを飲むことができるはず。多分合ってるはず。セリフはね、特別なセリフを聞くことできるんですけど、コーヒーも特別なコーヒーだったはず。あ、何も言われない。そうですね、マスターのコーヒーを飲むようにしてください。今日しか飲めない、1年で本当に今日だけしか飲めないコーヒーっていうのが出されます。冷めないうちに入れたてをどうぞ。うめえ。いただいたのは甘い、これはホットチョコレートだ。というわけで、あのホットチョコレートをね、今日だけ飲むことができます。ホワイトデーとかは飲めないんですけど、バレンタインデーのハッピーバレンタイン、バレンタインデーの日だけこのマスターからホットチョコレートをいただくことができます。さてさて、そんな紹介も終わったところで、まあすれ違った住民さんに、まあ、プレゼントっていうのを渡しつつ、もう一つあのメッセージカードですね、今日までのメッセージカードっていうのもありますので、そちらも紹介していきます。グミちゃんとかなんかいるな。一人ずつ渡していきますか、こっから。いや、今日までのやつがあるんすわ。なんか久しぶりだね、グミちゃん、お話しするの。これいらないで、今日だけの専用のセリフっていうのがあります。ハートのバラブーケか、ハートのチョコレートか、どっちかを渡すことによって、まあハートのチョコレート、これってバレンタインデーのプレゼントなんですよね。うふ、ちょっと照れちゃいます。ありがとうございました、グミ。お返しといってはなんですが、バルマカーンコートです。どうぞお持ち帰りください。あざす。バレンタインデーの日にね、あのプレゼントをしたら、まあセリフをね、聞くことができます。やってあげてください。バルマカーンコーン、あーいいじゃん、長袖ですごい俺に似合ってる気がする。よし、レベッカちゃんにも渡していきましょう。DIY してる。例えばアフタヌーンティーセットとか、アフタヌーンティーセットとか、工作台か、工作台のレシピをいただいたんだけど、あ、これか、いいやつだな、あざす。これもらってで、アフタヌーンティーセット渡しましょう。まあこれはアフタヌーンティーセットじゃない。どうしてこれを？そうなの、こういうのが欲しかったのよ。すごいわミネ、ふふ。どこに置こうかしら。これで私のお部屋がまた一歩理想に近づくのね、グミ。ジョッキーの服、服率が高いぞよ。バイバイ。まあできればね、今日はハートのバラブーケかハートのチョコレートっていうのを渡してみてください。まあしずえさんからもらうから、誰か一人は最低でも、まあハートのバラブーケ渡すことはできると思うんですけど。よっしゃ、
メッセージカードも今日までのやつがあるんですよ。じゃあこの島の住民さんに送っていきましょう。じゅんくんに送るか。じゅんくん、じゅんさん宛てですね。では好きなカードを選んでメッセージをお書きください。これです。チョコレートのカードと、ハートチョコカードの2つだけは今日までとなっています。バレンタインデー専用のやつだからな。ありがとう、プレゼントもらったんでね。ありがとうにしてのバラブーケ送っておきます。かしこまりました。代金として200ベル頂戴いたします。200ベルでカード1枚送れるって考えたらありなのかな。さて、そんなメッセージカードも紹介したところで、まあ、ジュン君とリッキー君は座ってるから、よし、スパーク君にハートのバラブーケ。おいおい、これはハートのバラブーケじゃねえか。こいつを俺に、どんな感じ。まさかバレンタインのプレゼントをおめえからもらえるとは予想外だったぜ。まあ、そりゃそうだな。こいつは一本取られたな、グミ。例えばもらうのは悪いからな。俺に布団を受け取ってくれい。布団。なんで布団？バレンタインデーのプレゼントのお返しに布団はなかなかセンスが問われるな。誰かいないかな。シルエットちゃんとか、あとキャロラインちゃんとも会ってない気がする。博物館の中に入ってる可能性あるな。キャロラインちゃんもいない。あー、ナターシャちゃんはいる。レベッカさん怒らせちゃった。君ら相性悪くない？いつもなんであんなきついこと言ったのかしら。私の悪い癖が出ちゃったわ。謝ろうと思ってお詫びの品も用意したんだけど、どんな顔して会えばいいの。まあ行ってくるか。喫茶店の帰りか。ハートのチョコレートじゃない。うふ、今日はバレンタインデーだったわね。あなたの気持ち確かに受け取ったわ。ミネさんありがとう。そうね、お返しとはなんだけど、ジャージをあげる。この前シルエットちゃんが使ってた黒のジャージか。すごい、着替えまくってんな。あ、違った、緑のジャージだった。いや、この前黒のジャージ着てた気がするんだけどな。まあ、それは置いといて、レベッカちゃんですね、渡していきましょい。何度もすまないレベッカちゃんよ。いい届き物です。あら、何かしら。グミ、これだ、レベッカちゃんへお届け物だ。ナターシャさんから私に。何が入ってるのかしら。交通誘導の服か。あんまり着ない感じのアイテムね。せっかくもらったけど難易度高いわ。交通誘導の服はすごいな。まあ一回着てみようぜ。どう、あり、どうかしら。グミ、ちょっと微妙だな。あ、微妙だったかしら。うん、ミネ、これは見なかったことにしましょう。何でも着こなせてこそのファッションリーダー。まだまだ修行が足りなかったわ。まあそれはともかく、ナターシャさんの気持ちはよくわかったわ。お互い意地を張っちゃってバカみたいよね。あの子ともう一度ちゃんと話さなきゃ。オッケー。低いついたて、低いついたてもらったか。だいぶ住民さんからもらった家具だけでいっぱいになってきたな。これか、バフエリアに合いそうですね。ナターシャちゃんに最後、あ、プレゼント渡して。そうだミネさん、レベッカさんに渡してくれたのね。レベッカさんどうだった。まだ怒ってたかしら。覚えてない、そう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 ってどっちなんだろう。覚えてない、そうそう、もう怒ってないみたいだった。そう、よかったわ。ミネタさんありがとう。これで仲直りできそうな気がするわ。そろそろ写真くれないか、ナターシャちゃん。いや、そろそろだと思うんだよな。ナターシャちゃんが俺に写真くれるの。ハートのバルブーケじゃない。うふ、今日はバレンタインデーだったわね。大人系の住民なんでね。チェックのニットベスト、あ、全然ダメだ。写真くれる気配がない。もうちょっと我慢が必要かなと言ったところで、最後にですね、マスターのコーヒーを飲んで終わりにしたいなと思います。マスターのコーヒー、今日はホットチョコだけ確認だ。最後にこれ、まあ、確認して終わりにしたいなと思います。お待ちしておりましたよ。今日のコーヒーはどうしますか。1杯200ベルですけど、よろしく。1回だけなんだ。いらないで。かしこまりました。1回外に出てもう1回入ったらワンチャン変わるかなって思ったんですけど、まあそういうわけではないということでですね、ぜひぜひ皆さん、今日はマスターの特別な1杯飲んでみてください。本当の意味での特別な1杯ですね。ちょっと冷ます。
もっと冷ます。もっと冷ます。どっちも好き。そうですか。ごゆっくりどうぞ。いただきます。ためにためたマスターのコーヒー。ちょっと味が薄くなってるかもしれないが、それでもうまい。という動画の内容でした。皆さん、ハッピーバレンタイン。